エアコンフィルター、エアクリーナー、簡単交換の巻。皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、軽自動車のエアコンフィルターとエアクリーナーですね。この2つを交換していきたいと思います。フィルターはですね、Amazon さんで購入しました。購入したフィルターの URL をですね、概要欄に貼っておきますので、よろしかったら見ていってください。フィルターを袋から取り出します。フィルターには上下決まっておりますので、そちらの方はですね、ちゃんと矢印を合わせるようにしてください。この車両はですね、グローブボックスの中に奥の方ですね、奥の方にフィルターがありますので、グローブボックスの両側の爪を外しますと、このようにですね、グローブボックスがパカンと開きます。そして、蓋が現れますので、その蓋をですね、外します。左右に爪がありますので、こちらの方はですね、丁寧に外します。そして、フィルターが見えてきますので、そのフィルターをですね、引き抜きます。このようにね、ゴミがかなりね、詰まってますね。で、新しいフィルターですね。フィルターによってはですね、左右とか向きがありますので、同じものでしたら向きを合わせるだけでいいんですけども、違う商品でしたらですね、向きをですね、はまるような向きで取り付けます。こちらの商品は、手前をですね、印がついているところをですね、向けて、このような形ではめ込みます。で、しっかりはめ込みが終わりましたら、蓋を元に戻して、グローブボックスも元に戻せば完了です。パチンと音がするまでですね、ちゃんとはめていただければと思います。続いて、車のエンジンのですね、エアフィルターを交換します。エアフィルターはですね、車の取扱説明書の方に記載がありますので、そちらを参考にされてください。この車両はですね、ここの位置にあります。これもですね、爪を噛むようにしてですね、金具が収まってますので、それを外しますと、このようにですね、フィルターが取り出せます。こちらのフィルターも向きがあります。大きくですね、形が変わっておりますので、間違えてっていうことはあまりないかと思いますが、念のためですね、外した時のね、向きをですね、撮影するか覚えておいてもらえれば間違いないかなと思います。このようにですね、はめ込むような形です。下側と上側の爪がありますので、下側の爪をはめてから上側の爪をはめると、スムーズに装着することができます。下側と上側の爪をですね、しっかりはめたら完成です。最後に取り外したフィルターを見てみますと、ホコリ、ゴミでびっちりです。こちらはですね、2年間ぐらい使用しております。できれば1年ごとの交換がいいかと思われます。はい、これで終了となります。簡単ですので、挑戦されてみてはいかがでしょうか。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。